MC では、平野、神宮寺、騎士の名前が呼ばれるたびに会場は歓声に包まれた。特に平野の登場は、まるで彼がこのフェスの扉を開いたかのように、観客をナンバーアンダーライン愛の世界へと導く役割を果たしていた。サマーソニック東京の初日、ナンバーアンダーライン愛がステージに登場した瞬間、その場にいたすべての観客は熱狂の渦に巻き込まれました。彼らのパフォーマンスは、 ただの音楽ライブではなく、まるで一つの壮大なドラマを目の前で目撃しているかのような感覚にさせられました。まず、最初に注目すべきは、彼らが全曲ハンドマイクで完全な成果を披露したということです。これがどれだけ衝撃的であったかは、観客の反応からも明らかでした。音楽フェスにおいて、成果でこれほどまでに力強いパフォーマンスを見せるアーティストは珍しく、ナンバーアンダーライン愛はその例外ではなく、 むししろそれを超越していたのです彼らの新曲「INZM」が披露された瞬間、その場の雰囲気は一変しました。INZM は、まさに彼らの新たな挑戦を象徴する楽曲であり、その力強さと情熱が伝わってくるようなパフォーマンスでした。観客は彼らの一挙手一投足に目を奪われ、ステージから放たれるエネルギーに圧倒されました。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが海外のロックスターのように見えたのも、この瞬間の彼らのオーラによるものです。彼らは常に変化し続けながらも、自分たちの核となる部分を守り抜くという覚悟を持ち、それがこのパフォーマンスに表れていたのです。MC の煽りが彼らの登場をより一層盛り上げました。平野、神宮寺、騎士の名前が呼ばれるたびに、会場は歓声に包まれました。特に 平野が登場する瞬間は、まさに彼がこのフェスの入り口を作り上げたかのような印象を受けました。彼のパフォーマンスは、まさにフェスティバルの開幕を告げるものであり、新たなファン層にも彼らの音楽の魅力を伝える役割を果たしていました。そして、神宮寺のパフォーマンスは、その世界観をより具体的に、そして深く観客に伝えるものでした。彼の動きや表現力は、 ナンバーアンダーラインアイが持つ独自の音楽性を鮮明に映し出していました。騎士のラップパートが始まると、会場は一気にヒートアップしました。彼のリズム感とエネルギーは、観客をさらに盛り上げ、ナンバーアイが持つ多様な音楽性を象徴するものでした。彼ら3人がそれぞれ異なる形でステージを彩り、全体として一つの壮大な物語を紡ぎ出していました。1曲目の「GOT」は、彼らのデビュー曲であり、 自己紹介のような位置づけです映画風の映像が流れながらスタートするこの曲は、彼らがどのような存在であるかを観客に示すものであり、平野の存在感が際立つパフォーマンスでした。彼がこのフェスの扉を開け、観客をナ,ナンバーアンダーライン愛の世界へと引き込む役割を果たしていたのです。神宮寺がその世界観をより明確に伝え、士がそのリズム感とともに、観客に彼らの音楽が持つ自由さを伝えていました。 次に披露された、スクエアワンは、神宮寺のダンスとパフォーマンスが際立ちました。彼の膝の使い方や体の動きは、まるで音楽と一体化しているかのようであり、観客を魅了しました。平野はファンサービスを惜しまず、観客と一体となってフェスティバルを作り上げる姿勢が印象的でした。騎士もまた、リズムキープ力が素晴らしく、彼のラップが始まると、会場はさらに熱気に包まれました。 彼ら三人がそれぞれ異なる表現で観客を魅了し、その一体感は圧倒的でした。その後、騎士がノーイエスを披露しました。この曲では、三人がステージを大きく使い、各自が異なる側面を観客に見せることで、ナンバーアンダーライン愛の多様な音楽性を強調していました。観客は彼らのパフォーマンスに釘付けけになり、ステージ上で繰り広げられるドラマに引き込まれました。 ゾゾマリンスタジアムで感じる塩の香りとともに、彼らの音楽がまるでその場の空気に溶け込むかのように響き渡りました。MC タイムに入ると、彼らは再び観客との距離を縮め、ナンバーアンダーライン愛としての自己紹介を行いました。特に、神宮寺が自分の地元である千葉でのパフォーマンスについて語ったとき、観客との一体感は最高潮に達しました。彼が幼い頃に観客として訪れていた場所で、 今はステージに立っているという事実は、彼のキャリアと音楽に対する情熱を象徴していました。この瞬間、観客はナンバーアンダーライン愛のメンバーと共に、彼らの音楽の旅を体験しているかのような感覚に浸っていたのです。サマーソニック東京の後、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはそれぞれ個別にメディアに出演し、今回のパフォーマンスについて振り返る機会がありました。平野は ステージ上での瞬間瞬間が、まるで夢のようだった、と語り、観客との一体感がこれまでに経験したことのない特別なものであったと感じていることを明かしました。彼にとって、このパフォーマンスは新たなスタート地点であり、さらなる成長への意欲を駆り立てるものとなったようです。神宮寺はインタビューで、自分の地元である千葉でパフォーマンスをすることがどれほど大切な意味を持つのかについて語りました。 彼は幼少期に家族と共に訪れたゾゾマリンスタジアムの記憶が鮮明に残っており、その場所で自分がステージに立つということが夢のように感じられたと述べています。また、地元の観客に対して感謝の気持ちを述べ、彼らの声援が自分を支えてくれたことに深い感謝を表明しました。この経験は彼にとって、自分がどれだけ音楽に対して真剣に取り組んでいるかを再確認させるものであり、 今後の活動においてもその情熱を持ち続けたいと語っています。士は、パフォーマンス中のラップパートについて特に触れ、その部分が観客との一体感を強く感じた瞬間だったと話しました。彼は、観客の反応が自分のエネルギーをさらに引き出し、その瞬間にすべてを注ぎ込むことができたと感じています。また、士は今後の目標についても言及し、 自分たちの音楽をさらに多くの人々に届けたいという強い願望を語りました。彼は新たな音楽スタイルを取り入れることにも前向きであり、自分たちの音楽の可能性を広げていきたいと意欲を見せています。このように、ナラインアイのメンバーそれぞれが今回のパフォーマンスを通じて新たな決意を抱き、今後の活動に向けて大きなステップを踏み出す準備を整えています。彼らの音楽は、ただ聴くだけのものではなく、 観客と共に作り上げるものだという信念が彼らの行動からも伝わってきます。その信念が彼らのパフォーマンスをより一層輝かせ、観客に深い感動を与える原動力となっているのでしょう。サマーソニック東京の成功を受けて、ナンバーアンダーライン愛はさらに多くの音楽フェスやライブイベントに出演することが予想されます。彼らの人気は区内外で急速に広がりつつあり、 今後のツアーや新曲リリースに対する期待がますます高まっています。彼らがどのような新しいサウンドやパフォーマンスを見せてくれるのか、その一挙手一投足が注目されることでしょう。また、ナンバーアイのメンバーは、音楽活動だけでなく、個々の才能を生かしたソロ活動や他のアーティストとのコラボレーションにも力を入れていくことを明らかにしています。平野は、自分の音楽性をさらに追求し、 ソロアーティストとしての可能性を模索しているといいます。彼は、自分自身の経験や感情をより深く表現するために、新たなジャンルやスタイルに挑戦する意欲を持っています。神宮寺は、自身の表現力を生かし、映画やドラマ、さらには舞台への出演も視野に入れているとのことです。彼は、音楽だけでなく、俳優としての可能性も追求したいという強い意志を持っており、 その多彩さを生かした幅広い活動が期待されています。彼の繊細で表現豊かなパフォーマンスは、観客に新たな感動を与えることでしょう。棋士は、自分のラップスキルをさらに高め、他のラッパーやアーティストとのコラボレーションを進めていく予定です。彼は、音楽制作にも関心を寄せており、自分たちの音楽をプロデュースすることにも挑戦したいと考えています。棋士のリズム感と独自のスタイルは、 彼の個性をさらに際立たせ、新たなファン層を獲得することでしょう。ナンバーアンダーライン愛の活動が多岐にわたる中で、彼らの音楽は常に進化し続けています。その進化は、彼ら自身の成長だけでなく、ファンとの強い絆を築くことにもつながっています。彼らの音楽を通じて、観客はただ楽しむだけでなく、感動し、共感し、 そして自分自身の人生に新たな視点を持つことができるのです。今後の活動において、ナンバーアンダーライン愛はさらなる飛躍を遂げることが期待されます。彼らの音楽は、常に新しい挑戦を求め、進化し続けることでしょう。そして、その進化がどのような形で表現されるのか、その瞬間を目撃することができるのは、彼らの音楽を愛するファンにとって何よりの喜びとなることでしょう。 サマーソニック東京のステージを経て、ナンバーアンダーライン愛はさらに強固な信念を持ち、音楽の新たな地平を切り開いていくことでしょう。その旅路には、多くの困難や挑戦が待ち受けているかもしれませんが、彼らの音楽に対する情熱とファンとの絆が、それを乗り越える原動力となることは間違いありません。彼らの未来に何が待ち受けているのか、それは誰にもわかりませんが、確かなことは一つだけです。 ナンバーアンダーライン愛の音楽は、これからも多くの人々の心を動かし続けることでしょう。その旅はまだ始まったばかりであり、彼らの音楽がこれからどのように進化していくのか、その行方が楽しみでなりません。このように、サマーソニック東京のステージは、ナンバーアンダーライン愛の成長と進化を象徴するものでした。彼らは常に変わり続けることを恐れず、自分たちの音楽を通じて新たな挑戦を続けています。 それは、ただのエンターテインメントではなく、観客との深いつながりを感じさせるものであり、彼らの音楽が持つ力を再認識させられる瞬間でもありました。サマーソニックのステージが終わった後も、観客の心にはナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが深く刻まれていたことでしょう。彼らの音楽とその姿勢は、多くの人々に影響を与え続けることでしょう。そして、彼らが次にどのような挑戦を見せてくれるのか、 その期待感がますます高まるばかりです。彼らの今後の活躍に、ますます目が離せなくなりました。